こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。筋肉の運動単位のお話です。筋収縮に関わる運動神経の細胞体は脊髄にあり、脊髄腹側から出た軸索が目的の筋肉まで達します。筋肉の軸索は途中で幾度か分岐しながら、数十から数千の筋繊維に神経筋接合部という終盤で筋肉と接合しています。一つの神経細胞とそれが支配する筋繊維の集団を運動単位モーターユニットと言います。神経も筋肉も前か無か、0か1かのデジタル型の法則に従うので、運動単位も全体として前か無かの作用しかできず、個々の筋繊維レベルでは微妙な調節ができません。これに対して心筋や平滑筋では自律神経の働きによって個々の筋細胞が無段階に変化するというアナログ的な制御を受けています。しかし骨格筋は実際には重いものを持ち上げる一方で、軽くて壊れやすいものをつかむといった微妙で滑らかな動きも行うことができます。一つの筋は数十から数千のさまざまな大きさの運動単位からなり、運動単位の種類も速筋繊維からなるものや遅筋繊維からなるものなど種類があります。運動単位の活動電位の発し方も低頻度から高頻度までさまざまな組み合わせがあって、一つの運動を行った結果をフィードバックして中枢で巧みにコントロールしています。運動単位のレベルで言えば、骨格筋は全身が一律な神経支配を受けているのではなく、運動単位の大きさや数が筋力調節の大まかさ細やかさを決定します。運動単位は長期にわたる学習の結果、一般に上肢の筋肉で小さく、下肢の筋肉で大きくなります。例えば手のひらにある中腰筋では、1個の運動神経は約90本程度の筋繊維支配で小さな動きを行いますが、硬い三頭筋では2000本を支配して大出力を発揮するのです。では本日のお話はこれで終わります。